日田神社は、神奈川県川崎市川崎区渡り谷の十四の八に、ある神社。日田吉貞、天照大臣、大国主神、五福島姫神を祭神として祀る。日田吉貞が1338年に、越前国で戦死した時に、家臣の渡る神左門源早勝ちが、日田吉貞の左天の名剣、七つ入れ子の中神。 錦色の神羽織をこの地に持ち帰ってくようしたところ、土地の人も、新田義定を追母し、1375年に、一本松の下に、佐天の名剣、七つ入れ子の中紙、錦色の神羽織を埋納し、病を設営して、神殿大明王人として、陳述とする。その後、1873年に尊者に、列格、その後、平八九両とも神社。 太平洋戦争により建物が消失したが、1956年に社務所、1963年に社殿、1968年に神楽殿を再建し、1991年に再度社務所を建築した。ABC、新田神社。神社本庁神奈川県神社町。オリジナルの2016年8月12日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2016081220635/http://www.kanag.jinja.or.jp//http:php4?jat="3&cd="120 万 10003& SCD イコール NPG イコール0ありがとうございます。